体何をしたの？カッカッカ。あの男だけなぜかこのわしの術もかからんので苦労したわい。タナトス様の命令でパンドーラの古代遺跡に送ってやったわ。タナトス？王国を内部から潰そうとしているパンドール帝国の魔法騎士様さ。許せない。クックック。すでに王国のほとんどの人を骨抜きにしてしまったからの。あとはタナトス様が王国の南の遺跡から城を攻め落とせばおしまいじゃ。さて、お前らはわしの可愛いタイガーキメラちゃんの餌にでもなってもらおうかの。お前はタナトス様のもとへ送ってやるわ。それデラック、一体何をしたの？カッカッカ。あの男だけなぜかこのわしの。行くぞ。
これ式やれるわ。神月はお
行け。あんの？あいだ。あった。前金で16だ。それにしても鍛冶屋のワッツはすごいよな。あんなにサビサビだった剣をこんなピカピカにしちゃうんだから、ピカピカの剣を持っているだけでまるで立派な剣士。よーし、せっかくだから。はぁ、なんだよ。男子ってこれだから子供なのにね。いくら剣がピカピカになってもそんな気持ちでいたらイラックみたいな立派な剣士にはなれないわよ。